徹底してバファローズバッテリーは低め、いいボール投げてると思いますよ、うん、ツーボールワンストライク、ショートへのゴロ、ホームで一つアウト、一塁でアウト、ダブルプレー、なんとレイエス、ここでダブルプレー、3対3。延長10回の絶対絶命のピンチをしのいだバファローズ、この延長11回もピンチ、ここもしのぐのか、それとも浅間が打ち砕くか、空振り三振、ここは山田に軍配、この回からマウンドに上がっているのはサウスポーの山田です。バファローズは7人目のピッチャー、カウント 2-2、 勝負の1球、空振り三振、ここは山田がしのいだ。11回の裏、ファイターズ得点とはなりませんでした。前の打席は満塁のチャンスでした。サヨナラのチャンス、高く上がっている、レフトが下がる、センターか、センターが取った、中島拓也が三塁に向かっていきます。レイエスの打球は高く高く上がってセンターフライ、惜しかったですね。4時間45分、ツーアウト一塁三塁、バッター石井和也、フライ、スリーアウト、試合終了。5時間近い戦いの末、決着はつきませんでした。3対3の引き分け。